徳山義生さん、あのキスするラブロックフェスティバル のプロデューサーを長く続けてこられまして、まちづくりの面から言うと、その音市場の館長もかつて務められておりました。そういう音楽の街とか、そういった観点からもいろいろお話をお伺いできればと思います。で、続きまして宮島真一さん、こちらの満開になりますシアタードーナツで映画を発信されながらですね、沖縄市のチャンプルー大使も務められておりまして、コザの裏側で先日もかっちゃんの追悼番組をされておりましたけれども、そのコザの街を発信されて、若い世代のこれからのコザの街づくりのことをいろいろお話しいただきます。若いのね、まだ、ね、で、続きましてキャンキョさん、キャンでございます。ロック業界の会長を務められて、長くですね、沖縄 のロックをまさに小学校の頃からキャッカちゃんとお付き合いをされていて、沖縄初 のロックライブを開かれて、沖縄のロック界の生き字引というか、非常にこう背負ってこられた方ですので、いろいろ歴史を語っていただければと思います。よろしくお願いします。で、新規さん、コンディショングリーンの伝説のコンディショングリーンのキートを務められてきました。やっぱりそのかっちゃん のパフォーマンスとか人柄とかもよく語られがちなんですけども、やはりコンディショングリーンのですね、卓越した演奏、そちらの面からでもですね、純真紀さん の伝説となっているギタリストで、一緒に、バンド活動を続けていた中で、いろんな振り返ることもたくさんあるかと思います。ぜひよろしくお願いします。で、続きまして宮永さん、皆さんもコザロックの顔のお一人ではあるんですけれども、逆にコンディショングリーンだけじゃなくて、こう紫としてもご活動されてきました。カッチャンとの昔からの付き合いもあるかと思いますけれども、ある意味こう二大巨頭と言われていたコザロック のサーバーズ の紫側からはカッチャンとか、あるいはコンディショングリーンどう映っていたのかなということも、いろいろとお話をお伺いできればと思います。はい、かっちゃんのことね、かっちゃんと僕が最初に出会ったのはセンター通り、昔はセンター通りなんだけども、その時にまだ今年小学校もできてないわけよ、ないわけよ、まあ、なんか石郷道であるわけね、石郷ってわかるかな、石郷道でね、ほんで、そこに一番最初町になっていたのは裏町やる場所や、八重島、今の八重島か、八重島でセンター通りが、結局そこを なんていうの、土地開発みたいにしてビジネスセンターストリート、だから BC ストリートなんだけども、商業地区をやろうという話になったら、そこのところにあそれがいいということで、ちょうどニューヨークレストランとあそこの交差十字路があって、そこ下っていったらワイキキ通りというさ、そのそばにピカデリーという映画館があったわけよ。で、映画館でしょ、映画館、あれはよ、ピカデリーじゃなくて、ピカデリーはモロビニアあるやつ、あれのお店こっちだけど、ウィジャスだ、で映画館があるわけよ。で、それでもまあキャピトル館、あ、キャピトル館を思い出して、キャピトル館があるわけよ、映画館俺考えとったの偉いですよ。なんかもうガチもやらなきゃ、みんなでマーブル壊するわけ。そしたらある日やってたらさ、右の方に人熟上がるばって、溝人熟あんかいよ、マーブルが落ちていく。そしたらそこによ、この人立てる男の子がいるわけさ。そしたらマーブルが落ちそう、おい人熟あんか落ちてくれ、取れあれのに落ちなくちゃわからんばって、都から来たばっかりだから、っていう感じでこれ撮って、で撮って、結局はさ、かっちゃんのところにマーブルが置いて、見ない顔だから、でもまあみんなここで遊んで、お前誰だって言ったからさ、物合わせか、アビランバルを出してくる。まあそれで、それが出会いさ。そしたらここに来てから、あちゃんかもこわんじゃんか、みんなが集まる場所だから、ここに集まっていた。それで少しずつ話をするに、そしたら一人でここに来たと。で、それが8歳から9歳か、俺と1年違いぐらいだから、だからそれで一緒になった、一緒になって、で、ワタヤセンターのワラバーターはさ、注意ガム打ったり、ギブミマネとかさ、
ギブミチョコレートとかやっていたわけよ。お前向こうにじゃんけてアメリカとかもかんじゃんけギブミはねギブミチョコレートで親が何て言うかチューインガムは緑のチューインガムと白いチューインガム黄色チューインガムか、うん、アメリカチューインガムあるいは5セントやればって、うん、あんたなんか親から5セントを集めて取ってからこれをこんな人やるんだよ俺けで5人チョコられるならと違う5セント持ってからアメリカの腕捕まえて袖を捕まえて倍チューインガムにいるわけやアメリカは多分5セントっていうのは分かってるわけさだから5セントでは絶対売れない5セントそしたら一生懸命やったらまあかわいそうにと思うんでしょうね10セントとか25セントとか渡すさ10セントもらったらさその10セントもちんじゃんか待ちごわんかんじゃんかまた立ちごわんかいこの人バイバイゲームで買ったのとこんな人やっていたら1ドルぐらいはすぐ貯まるわけよこれでそばを食べに行ってあれしてるでよくよく考えたらさいつもさひもじい思いしてるわけさこいつはで俺がかっちゃんと出会ったでしょしゃべるようになった仲間になったそしてから4畳半に親がよ母親がよあの勤めた、うん、あのトリップ、うん、トリップのそばが追っかけやってるこれ行っていいの売春やってたわけさ何言ったの、まあ、あのこれ当たり前だ当たり前か、うん、でそこをやっていたわけさそしたらあのオッカーがあのそのワイキキ通りから下っていったところの墓の、ま、あの面会4畳半 の部屋を借りていてその4畳半の部屋に野戦用のベトナムの野戦用の鉄パイプのベッドって分かるね、うんうん、あれがこないして L 字型になってこっちが俺こっちがカッちゃんでこっちに机並べて2人で住むようになった、うん、親がセンター通りのそこに住まわしたら、環境が悪いということで僕がカッちゃんのとこに結局住むようになったわけ逆居候か逆にそしたら親としてはいいわけさセンター通りで遊ばなくて、はい、あんたなんかカッちゃんと母親がナービン会あのジューシーよ水をいっぱい足したジューシーあのちっちゃくて水を足すの大きくなるさでもしようかと痩せなくてこれ二人で全部食いよったよあの自分でこんなして小学校ずっと一緒にやっていてで、まあ遊びしててその間に実は A サインの中で刷り込まれていたわけだジュークボックスから流れてくる英語のあの時あれだよロックはないよないないない50とか60とかさそういう言葉もないああいうことだからそういうものがなくてとにかくジュークボックスの音をデタラメ英語を歌いながら渡辺めいなって遊んでるわけ、うん、まあ後で分かるんだけれどもカッちゃんはあれに一人ぼっちやるわけ俺も一人ぼっちなんだよまあそれで気があったのかどうなのか分からんけど二人でそこに住むようにさそれが延々と続いていくわけで中学校になった高校になったって言った時にその時にだからよくよく気がついたらカッちゃんはスポーツ万能であるわけよ、うん、万能であるわけ俺はどっちかというと、うちにこもってから詩を書いて、そういうものを書いてるわけさ。なんで、もう中学校の時から、一体自分は誰なんだろうみたいなもので、それをやっていて。で、立場上、僕が最初は先輩だったけど、あれ、体鍛えてるから次第に強くなってる国境。殴り合いの喧嘩何回やったかわからんよ。で、次第次第に自我が芽生えたっていうか、自分の置かれてる立場っていうか、彼は世の中に対してのなんていうのかな恨みつらみ何があったかわからんよだから高校入試の時にあなんか僕は工業高校行ってまああの大和に行っている時に3年から4年経った時にかっちゃんが訪ねてきたの、うん、俺のところにおい聞いてくおいなんでかっちゃんやってたからさかっこいいわけさかっちゃんが、うん、あの資産に分けてくれよこれこれでかっこいいわけよそしたら俺はあの何ていうか日本電子工業株式会社って工場勤めだから俺は作業を超えるわってや勝手にかっこいいわけよおいき沖縄に帰ってからバンドやなんでよなんで お前はギター弾いてたさギター弾いてるけどいやんかってやそこにストームがいてそれで、かっちゃんがいて俺がいて東長崎の電車のそばの四畳半で始まったのがウッパーズでかっちゃんはスポーツ万能でさ長崎国体だったかな国体長崎国体のインターハイ
国体選手になって卓球、卓球選手、沖縄で一番になってから、うん、でスポーツ選手になっていた、うん、でも音楽って関係ないですよ、うん、でもそこのところに岩本で3名集まったから1962、3年、うん、そこでウィスパードの練習始まって、これもかっちゃん、かっちゃんがよ、おいき、お前工業でもって地位がぶっとろうそうしてや、僕は運動神経抜群だから俺がドラム叩く、お前ベースやれ、俺ギターがいいのにって言ったのギター弾いてる、ギターがいいのに、ギターをストームにさせよう。でこのストームっていうのがすごい男で、寺内武氏ってわかるか、うん、エレキの王様とかっていうの、これのあのギターがいるわけ、それのギターと一緒にバンドを作っている、もう一つの寺内武氏じゃないよ、そこでバンドを作ってたわけで、彼がいろいろギターのこととかコードも全部わかるわけで、あれがリーダーになって、かっちゃんは枕を叩いてということで、1962年から3年始まったのが沖縄ロックの歴史、かっちゃんと僕の歴史。ただその時にあの東京というかあの辺には日劇ウエスタンカーニバルっていうのがあるわけよ、うん、要するにあの昔の内田裕也とかその辺でしょ、内田裕也の 日劇であの山下圭次郎とかどうのこの言いたいさことを歌ってあげてや、日本語で歌うわけさ、あたなんか紙吹雪がピンナイ飛んでくるわけよ、でかっちゃんと終わったつとむは終わったは英語で歌うわけさ、で何しろ英才で刷り込まれて明日19国地に出てる、そしたら東京の周りの奴らがさ、なんであんたたちは英語で歌えるの、いや多分英語で歌うのが本当と思ってるわけさ僕らは、いや沖縄では英語でやりました、ジュークボックスから聞いて、うーん、鬼にカタカナ英語参加でやるわけさ、でそしたら隣近所 の大学生とかそのギターやってるやつらがすごいグループがいるよって言って、終わったら死ぬ者ぐるいで1年練習したらこの辺で一番やばってや、あたしかっちゃんやますます自信持ってから沖縄に帰ろう、その間に沖縄に来る子どもたちなり、あの学校に来る子どもたちが絶対に入ってる人とさ、ね、東京にねウスパーズっていうグループがいるよ、で沖縄でもエレキ大会っていうのが始まった、当時はねエレキの夕べとかでフェスティバルとかないわけ、コンサートっていうのないもんね。ないエレキさん、エレキの夕べや。あちこち公民館でやってるわけ。公民館で。あんた公民館で。公民館で。アタックと終わったにオファーがあったわけさ。あの琉球新報ホールで、はいはい、琉球新報ホール、記録のことがあったよ、はいはい、琉球新報ホールでエレキ大会やります。東京から来たウィスパーズですんで、終わったトリを取ったわけさ。うん、わーっつって、終わった幻想したら。また無理してさんの、あんたカカカカカそいつやっていたらさ、紙吹雪が終わらないと最高ですよと思ったから、紙吹雪がなくなったのかね、のりがトイレからよ、トイレでペンパパネなきゃなから一体琉球新報のおいらがさがストップに上げてすぐ中止やった、それが第一、あの一番最初に沖縄であのウィスパーズが始まったのか、これというふうに言って勝ったと、だからね、僕思うけどね、A サインはよ、あの、芽生えの場所でもあったし、刷り込みの場所だったんだろうな。で、その後の A サインはよ、今度はよ、修行の場所っていうか、修練の場所っていうか、何しろお客さんがもろアメリカあれよくてや。で、うちなんちゅや、怖がってから来ないわけよ。あの、センターとかさ、こういう A サインのところにや。で、今度はよ、これを考えて、時代背景の中で沖縄の音楽ロックっていうのは動いていくんだけども、終わった時代にはそういう具合にいなかったのが、チビたちの時代になっていったら、沖縄の今のロック協会の半分以上はみんなハーフでしょう、うん、なぜ、でまあそこなぜといったら、そこにちゃんとそういう時代背景そういうものがあるわけでさ、だから、その A サインから最初はその芽生えの時期っていうか、そこでかっちゃんとか俺たちつつもは刷り込まれてロックをやるようになった。あの時はロックとは言わないよ、うん、だから終わった分からんごとただ歌と踊るもあるろ、うん、そういう感じで、でその後で今度はチビたちの時代になっていくわけよ、まあ、今言ったように、あの、ね、
中学校の時にウィスパーズが難民、昔は難民って言ったらあの辺のことを全部あの難民の辺のこと、あの辺全部難民って言ってたわけ。行って彼らのバンドも見たわけ。で最初にプロのバンドを見たのはあれだろうな、ウィスパーズだと思う俺は。でその時の先ほどあのキャンさんが言ってたように、みんなもうネクタイしてちゃんとその スーツ着てこういう音楽だったっけよ、うん、もうステージというのもかっちゃんも徹底してた。ステージというのはもうズボンも靴もしっかりピシャッとして聖地だからね、あの乱らな格好したら絶対ダメっていうのをここで徹底してたわけよ、うん、でそれでそれが中学校の時にもう僕出会えないんだけども、それから自分もバンドするようになって離れてたわけね。である時あのかっちゃんたちは今度は金のチャイナタウンっていうね、そこでもやってたから、ちょうどその頃は僕もバンド始めてて他のところで金でやってたわけよ。で休憩時間にこの見に行ったり、しながら彼らの演奏を見てたんだけども、そうするとこう最初の頃やってた頃の音楽とその時の音楽だんだん変わってきてるわけ。やっぱりさっきの時代の流れって言ってたようにね。でやはり50年代の後半、まあ60年代の頭から始めてるわけじゃないですか。僕はもう中学校僕は16歳の時にもう始めてるから、中学の2、3年からその見に行ってるってことは俺13歳くらいから行ってるわけよ。でその時に大体聴く音楽っていうのはまあベンチャーズが主流だけども、あとはあのなんていうの、まあ、イージーセリングっていうかすごく、グリーングリーングラスオブホームとかね、ああいう曲だったわけよ。その頃ロックっていうのは、全くない時代だから。ところがこの金にちょうど僕らも初めてその、ベンチャーズからローリングストーンズ、アニマルズとかどんどんこの変化してきて、ほんでもう金に行くあたりからちょっとロックバンドみたいなのが出てきて、クリームとかね、クリームとか、それからなんだっけ、ステッピングフーとかね、あの映画で見た音楽、ボーン・トゥ・ビー・ワイルドとかあるけど、ね、そういうのがやるようになってきて、そして、まあ、僕もセンター通りにずっと住んでるから、子供の頃から一番最初の住んでたところはさっきキャサが言ってた八重島なわけよ。向こうは3つの名前があって、八重島でも一般的にはニューコザって言われてたわけよ。最初はニューコザだったわけよ。そのニューコザの裏のフラットに住んでるから裏町って3つの名前があるわけよ。その裏町育ちなわけよ。さっきキャンさんが言ってたようにジュークボックスの音に惹かれてその町をうろうろし始めて、それで Give me money からね、それから始まったわけよ。でその時にそのかっちゃんをもうはもう、まあ子供の頃はもちろん見てないけども、でその金に行った時にどんどん音楽そのものが変わってきてるし、僕らの音楽も変わってきて、それで、まあ、メンバーチェンジもいろいろあったんだろうね。そのあのウィスパーズのメンバーもギタープレイヤーもね、どんどん変わってきてるし、昔のメンバーと違うようになってきてるし、それでどんどん曲層も変わってきた。でだんだんそのついていけなくなるメンバーも出てきたもんだから、それでどんどん変わっていく中で僕もずっと金でやってるわけよ。そしたらでかっちゃんたちもウィスパーズいつ頃解散した？ね、1969年の暮れの時に解散して、僕とかっちゃんが殴り合いの喧嘩になってそれで、解散したんで、その理由をさ、今のちょっと引き取った話をするとね、世界の音楽がねどんどん変わっていったわけ。いわゆるベトナム戦争が、アメリカ初めて負け戦になって、陥落していくわけよ。で兵隊たちは最初は勝ち戦みたいにしてやっていったけれども、負け戦になっていくわけさ。そしたらアウトローみたいにヒッピーっていうか、兵隊を逃げ出すやつらが出てきたわけで、米兵連とかなんとかってあるんだけれども、でウッドストックが1969年にあるんだけども、そこには、なんだっけ、 If you go into San Francisco でサンフラワー、要するにフラワーズオブサンフランシスコってね、で
あれ、まあ、ウッドスクがあってでそこにヒッピーがいっぱいあってフラワーチルドレンみたいなのがあって音楽もそういう場に変わっていくわけ。そしたら、ビートルズもやがてヒゲを伸ばして始めるわけで、音楽の変わっていくのと合わせていわゆる風俗が、あの全部変わっていた世界中が若者のファッションね。そしたら俺が初めて沖縄でヒゲを生やしたんで、ヒゲを生やしてジーパン履いたわけさ僕が。それで歌もこういう場に歌おうって言ったらかっちゃんが神聖なあのステージでなんでジーパン履いてお前ヒゲ生やすんだよ後でこんなヒゲになるんだけどいや最初だったそれでそういうあれで解散した後にで僕らやってるさね、僕らもずっとジーンズってこの時やってるさで、かっちゃんが珍しく僕のとこ来てあのゲート通りだよ、うん、僕のとこ来てちびやお前たちこんな格好してるんだけどこれって行ったバンドの主流かと思っていや主流もなんでも着るもんこれしかないからそれだけでやってるんだけどでもそれがやっぱりかっこよく見えるな。だからかっちゃんはもうこれって言ったらこれであるわけよ。だからファッション全部決めたらかっちゃんだったわけ。今度はこれの格好、今度はこの父さんに分けてこの人、あれが1時間ぐらいかかるわけさ、あれの髪を直すの。でだからジーパン履いていいのか、お前火が入っていいのか、なあネクタイはで、まあそんな感じでかっちゃん、僕これ歌いたい、こんなしようよみんなでって言うけども、かっちゃんはパフォーマンスに入り始めたわけ。あれ後ろドラム立ててるけ、そしたらあのさ、俺も前で歌いたいと、で前に出てきて時々歌うわけさ、しょうがないからまあいいと。で変わり始めて今言うように解散して俺が抜けたら、あのウィスパーズは他のエイジとかツトムも逃げたわけ、まあ、かっちゃんとはできないという形で押し付けるわけさ。で正しいことかもしれないけれども、もうウィスパーズの時代遅れのエレキじゃないよと、時代はそういうことになっていくわけで、その時に一番最初に僕がびっくりしたのは、これ新規がここにいるけれども、これ16歳ぐらいかな。でかっちゃんと僕と揉めて、それで行ったら結局かっちゃんとはやりたくないということで、いろんなメンバーが全部出たり入ったり出たり入ったりまとまらないわけ。かっちゃんはだから自分のバンドがないわけで、サジタリアスではボーカルで入っていくのかな、うん、でそういう、その前がこれはね、サジタリアスは後の話なんだとか、その前はさ、うん、だからかっちゃんが僕の時に来た時に、あのファッションのことやら何かな、もう変わった音楽変わってきてるさ、うんうん、それでその話を聞いてから何ヶ月か経って突然変わったわけよ。変わったの、ヒゲも伸ばしてどん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 このあるものにしてでステージングも変わってきたわけ。そうそう、でその時からコンディショングリーンが始まった。そう、でコンディショングリーンもあのニュースターでやってる時に、うん、最初の頃のメンバーっていうのはあのピーマンとかね、そうそう、ピーマン飛行みたいな、飛行、飛行とか、うん、でもキーボードもいたよ、はい、ドラマも何回か変わってるけども、うん、だそういう中でその新規が入ってきた、それでエディもいた、うん、その頃が一番最高、最高だったな、うん、最高だったな。それでね、こういうことなんで、で僕はその時にダンプのうんちゃんしてたの、かっちゃんと別れて、でダンプのうんちゃんしてる時に、まあ、あのかっちゃんが僕を誘いに来て、おいき、もう一回俺とやろうって言うからさ、俺ね、このダンプいくらすると思う、俺ここ箱に今入って2台持ってるの、お前たちあの日本気してるから、であのギャラってさ、これだけだと40万稼ぐんだったら、俺ダンプでいくら稼いでるからっていう形で、そしたらね、何回か来てるから、はい、かっちゃんがあのセンター通りに行こうと、すごい男の子がいると、ね、もうあんまりしつこいんだよ、とにかく具象ギャラが何でしょうが自分が勝つまでやめないんだよ、だから行こうって言うからいいようにやんか、行った、センター通りに行った時に16歳のこの子がいたの、ガキがさ、ギター弾きまくってるわけ、地味変異者のかなんだけど、何言ったのかな何か分からんけども弾いてるわけよ。そしたらかっちゃんがすごいだろう、俺はあれウィスパーズだったわ、うん、こんな綺麗のウィスパーズ、ささやくようにという意味で、うん、ウィスパーズだったんだよ、うん、綺麗だったのが、なんでこんなになってるのウィスパーズがコンディショングリーンに、うん、本当にその通りになっちゃった、うん、そして、
かっちゃんが言うから分かったって言って俺また戻って行ってからできたのがジグザグだ。そうそう、いやこのジグザグになる前に実は金でここコンディショングリーンにいたわけ。あ、いたんだ。でいろいろあってかっちゃんに抜けてもらったわけ。自分が作ったかっちゃんに俺かっちゃんがチビがかっちゃんをコビにしたの、かっちゃんをコビにしたり、かっちゃんと殴り合いするのは俺たち二人ぐらいしかいないから、みんなかっちゃん怖がるわけよ。だからかっちゃんがコビするときに、要するに、まあ、演奏するときはもう本当に無我夢中でやるんだけど、普段の家何もしないと。何もしない。イナクイントダチョウって本当にごたんちロゴはね、一からやんかちかったから。それで、だんだんそれがどん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 このこれが溜まってきて、鬱憤が溜まってきて、そうそう、最後は母ちゃん、悪いけど、やめて、やめてくれ、もうメンバーみんなの意見で、ワンチューの話からと。そしたら、ノーを、ちょうどあの、金の部屋、スカイレーの前のレストランで、モルカロンパーティー。弾きながらや、フォークとナイフ持ってるけど。いや、俺さっき見ぬがや、見ぬがはね、見ながです、見やながですって書いて頑張れ先生。今作ったんだよ。あのね、あの厳しい話 だその時に一回なったもんだから、うん、相当俺に恨み持ってるわけ、うん、で、僕らのバンドと対バンドの作りたいってことでかっちゃんとこ行ってるわけ。それがジグザグなの。それが俺のとこに来て、で、これを見て、新規を見て、よし自分の給料は運転手を使って人に持たせて僕、バンドに戻ったの、うん、で、かっちゃんと、はい、新規を見たから戻ったんだよ、ロックの世界に。そしてから、すごい子がいるのを果てて作ったのがジグザグで、こうちゃんから何からもうみんなやる気満々やるわって、やる気満々でさ、作りました。その時に俺は琉球放送との、あの上蔵さんとか付き合いがあるから、うん、サマービッシュっていうのを、うん、前で上泉潤さんと前でやってたから、これを1年間契約してジグザグはそこでずっとやることになったの、うん、で夜はあのなんて、サウンドシティっていうところでやっていた、うん、ところがかっちゃんがやりたい放題が治ってなかった。誰だろうな、るな。あんまりにもひどすぎるんで、それもラジオ番組を持って1分1秒をきっちりとやらなきゃならないのは、今言うように一旦歌統計、一旦統計って言って自分はさ、こんなしてるわけさ。でゆっくりアメリカの女と一緒に入ってきたりする。しかも1曲や、同じ曲を15分も20分もさせられる、やるのは大変だよ。これほどの難業苦行はない。宮永さん、ちなみにあのちょっとお伺いしたかったら、紫っていう視点があるんですけど、なんかこう紫とコンディショングリーンってすごいこう2大バンドっていう形でこう台頭した。あのね、あの時は2大バンドじゃないのよ。センター通りでやってる時にタイガーで紫、はいはい、その時は紫じゃないわけ、はいはい、で、でしたね、ニューヨークでしたね。なんでか、あのキャノンとか僕らとでキャノンでキャナルスっていうバンドだった。そうそう、キャナルスで、ニュースターでコンディショングリーンだっけ、この3つがいた時代が一番最高のね、そういうことだ。ロックの、まあ沖縄ロックがね、一番きらびやかな頃でしょうね。だからお互いに全然相手と違う曲をみんな持ってた。みんな持ってた。まあ、さらにその分から言うと、こう自分たちが持っていった、うん、皆さんのようにこう演奏を追求して一生懸命やりたいのにこうかちゃふざけてっていう人たちとかがこうまた今度すごいロックをこう極めていった人たちが、うん、で逆にさ、ライバルだからみんな。でこの皆さんから見てかっちゃんにないもの、あるいはかっちゃんしか持ってなかったものとか、こうなんかそれぞれこう違いって何だったの？あのね、こういうこと。紫はね、深く立ってるところ深く掘り下げる、音楽を深く掘り下げて、はい、本当に音楽を追求していくタイプ、うん、かっちゃんはお客に向かって外に出ていくタイプ、うん、どうだ俺はっていう具合にして、だからスタイルが全く違う、ずっと音楽を追求してたのが紫なのよ、うん、かっちゃんはこのこれをやったらウケる、こっちの方がいい、あっちの方がいい、いつもあいつの中にはファンとのコミュニケーション、こっちがこう投げたらどう返ってくる、
で、これガキの頃から一緒だからさ、それが見えるわけよ、うん、で、ジェームス・ブラウンっていうのが沖縄に来たことがあるの、うん、で、昔の闘牛場でやったの、うん、そしたらね、今彼が言うようにで、ジェームス・ブラウンのやり方、まああれでも見てわかるけど、ツンツンタン、ツンツンタンってこうずっとさ、叩いてるの、かすかにリズムが、ドラムが、その中で、あの、うん、ジェームス・ブラウンが出て喋るわけ、うん、同じカッタンは、うん、カッタンは、みんなお前ドラムは叩いておけって叩け、普通の人にリルバーってや、ウォッターバックのバンドもにリルバーってや、で、僕らに向かってよ、ちょっと休んで、音を下げて、で、僕らはカッタンがやるパフォーマンスを5分なのか10分なのか見ておかなきゃいけない、ミュージシャンとして最高、俺たち音楽やりたいんで、うん、あれはパフォーマンスやりたいんで、うん、どうだ受けたっていう感じでやって戻ってくるわけさ。だからスタイルが全然、今言うようにあなたが言うようにスタイルが違うもんだから、だから、例えば僕のバンドのマリウィズメデューサーコウちゃんと一緒に僕ら話し合ったのは、コウちゃんは最初はギターだったんだよ、あれ後でドラムになるけれども、でそういう具合にして全然今チビが言うように違うバンドがいたのよ。でたまたまうちはシンガーが女だから、まあ、女のバンドということになっていくけども、男同士のあれはだから、あの時にはね、チビが言うように本当にあの時のバンドの切磋琢磨している戦国時代というか、あったがウリソン、あったウリソンやんで開けて死に物食いで演奏してるの。そうそうそう、だからそんだけやっても客がね引かない、うん、だから僕らそれで飯食えたわけよ、うん、十分、うん、だからそれでBC ストリートってのは白人しかって来れないとこさ。ところがね、このベトナム戦争も過渡期になって72年、73年あったから黒人も歩くようになってきたわけ、うん、そして、うん、一つ面白いのはよ、黒人街があるさね、はい、そこでの大体みんなソウルとかそんな音楽ばっかりさ、うん、ね、ブリズメンズブルースとかね。ところがその黒人の団体がまさか昔だったら一歩でも入れたらもうみんな反抗心されるだけよ、うんうんね、その中で黒人も72、23年あたりからこの来るようになってきて、それでかっちゃんたちの店に、僕らの店にも期待するわけよ。僕らハードロックさあのね、あるはこれは音楽じゃないとか言って ね、やっぱりソウル聴きたいっていうのもいいけど、でかっちゃんのところにで黒人が入っていって出てくるときに白人になって出てくるそのぐらい強烈なそのぐらい強烈なステージをかっちゃんがやってたけど、袋もうシンバル泣きで水かけたけどとにかく何でもあり、もちろんあの、まあ、クスにあれそんなのはね、朝に前しかも鳥の食ったりハブも泣きだしハブはないっすでとか言ってまた今作ったでしょこれ大丈夫だからとにかく普通で考えられないステージだ かっちゃんは、うん、だステージでは、はい、本当に僕に言ったから、うん、なんて言ってたか、殺人以外は俺何でもやるよって、うん、本当にその通りだった、うん、何でもやる、何でもやったもんね、まだな、うん、だロサンゼルスであのこう2回目のコンディショングリーンの時にもうドラマがいなくなって僕の時に来たわけ、かっちゃんがよく来たなと思って、ちょうど僕も紫、うん、あの解散したばっかりだったから、うん、それで一緒にロサンゼルス、うん、新規たちも一緒に行ったわけさ、そしたらウイスキーアゴーゴーでライブをやるってもう決まってるわけ、うん、じゃあその時にいやみんなでよこう前に出て、うん、このアメリカの旗お尻刺してけ見て歩こうぜいいわけよ、うん、でも痛そうけ、ワネドラム好きさ、ワネリズムたとしよく痛しよ、うん、やったもん、いや、やらなかったけどドキドキしたで僕だけが反対したみんなあの人も言ったらもう、あのうんと言わざるを得なくてさ、僕だけ反対した反対したもんだから結局この話はなしなだったけども、うん、本当にやる、うん、本当にやる、うん、怖っだから何でもやるっていうのはね、うん、だから彼があのピースフルにしてもそうだけどさ、うん、出るために出るために全く違うことパフォーマンスで来るさ、うん、とにかく客お客さんを脅かしたい、うん、しかます、うん、普通ミュージシャンってこんなんだよなってそういうイメージ、うん、全く違う世界から入ってくるから、うん、客もみんな目が目を見やるさ、うん、そういうこと、これがよかっちゃんのすごいところだ、いやだからね俺がプロデューサーになって
まあ、英才物がですから、まあ、ミュージカル作ったり、あの琉球三国志っていうのが作った時にかっちゃんと話したので、俺が台本脚本書いてからこれ かっちゃんに見せたら、おいき、俺さ、お前はプロデューサーになって音楽やめてるさな、俺は現役さな、おいき、お前がね、ここにまな板にね、俺を乗っけて、やりたいことをやって、何やってもいいから俺やるよって言うから、あ、そう、じゃあこういう場にしてねって、やった。いや、言うこと全く聞かない。全然聞かない。セリフも全部、全部自分のあれで。全部自分のよ。アドリブ。でもね、これがぴったり合ってるけど、また。天性のその場でこうやっぱやられたもの、やっぱりアクターなんだよ、あの人は。うん、やっぱりその紫になって彼にあるものっていうのは、そのこうなんかこう感性というか、天性のなんかこうアクターとしてのこう、うん、やっぱり、まあ、本人も悪人というわけじゃないけど、アクターなんだよ。ちなみに、でこれはね、ステージに本当に人生かけてるから、本当、うん、だからそれはね、本当に見習うべきものだ。だから僕はね、うん、彼を認めるのはそういうところ。うん、まあ、音楽的にもそうじゃないよ。とにかくステージというものは誰がもやらないことをやるんだっていうね、この意識と、それ本当にやるっていうね。で、どんなことでも恐れない。だから俺はよ、琉球の国の中でも豪傑のうちの一人になると思うよ、ね、うん、そのぐらいのインパクトになってた、うんうん、すごい。だからウィスパーズを東京でやった時に、結局は僕らが沖縄に帰ってきてウィスパーズで、まあ、すごいグループが帰ってきたということで行った時に、カッチャーが言った言葉は、おいき、バッターをステージで死のうな、うん、ステージでだったら死ねるような、だからそれがそのまま続いてるんだよね、そうそうそう、今も。で、今回はステージしてなかったけどもさ、あいつはまあとにかく今豪傑って言うけども、それ以上豪放雷楽プラス、実はあいつの頭の中ものすごい緻密に計算してるんだよね、不思議だよ。で、お前たちがデビュー、なんだ、中野でやった時も大変だったから、いい、いい、うん、天井から通じてきたで、お前天井から降りてきただろ、足幅投げて客はよ、客が、音楽やれ投げて、まだ客から抜けたら、あれ、30分100人じゃない、前置きよ、長すぎよね、長いだから大和には分からんわけさ、そう、ね、考えられないわけさ、ね、だからこれね、ロサンゼルスに行って僕が気がついたことはよ、ね、僕らが相手にしてたのはベトナム戦争に行ってる兵隊、みんな寄せ集めの、ね、勉強も大してできない、極端に言えばアメリカ中の不良少年が集まってるわけです。その不良少年が入ったら嬉しい嬉しいと言ってるのと同じで、そいつらの相手に僕ら音楽で言葉も、そいつらの言葉が英語だと思ってるさ、で、ロサンゼルスで同じような僕が言葉を使ったら、あそこの沖縄県人権に等しいからなるよね、あんたたち小坂来たでしょって何で分かるんですか、言葉で分かるようにやるや、やっぱり英語にも、もうスラングのまともな英語じゃなくてさ、スラング、だって南部のね、なまり、ね、北部のなまり、あちこちのなまり、黒人のなまりやし、このスラングの嵐だから、それが僕らまた英語だと思ってるからさ、これは大変だよね、小座なまりになる、小座なまりこう、なんていうんですかね、こう新規さんとして どういう、なんていうんですかね、こうコンチョングリーンの中でこうかっちゃんのパフォーマンスもそうだと思うんですけど、まさにこうすごい高いレベルの演奏も要求するようなかっちゃんで、一緒にバンドされてきたと思うんですけども、新規さんは逆になんでかっちゃんとバンドを続けていたんですか。こう、川光勝弘さん、どうも長い間ご苦労様でした。私は後輩であります、大先輩のことを語るというのは非常に、難しいことでございますですので、語らないわけにはいきません。語ります、手短にねよろしくお願いします。勝ったら頑張ってよはい、どうもすみません、ありがとうございます、なんでこんな瞬間に、あ、そうだね、あのね、
僕は浦添から歩いて発着しながら中学3年の頃ね、試着しに歩いて、ね、で夜中ね、あ、違うか、そうか、夜中で夜中行ったんだよ。それから朝で普天間で野宿して、それからまた小田に行った。で、センター通りっていうところを初めて歩いて、もうそうですね、サイクリングでね、もうすごいですよ。で、歩いていたらゴム通り開いて、マークというのが止まったんですよ、私のそばに。そしたら乗ってって言うから、はい、もうこんな感じは怖いですけど、エディが、後ろの先にエディがいて、飛行がいて、カッチャンが運転してるでしょ。乗れって言われて、もう乗れるわけじゃないもんって。もう怪獣がいるみたいで。でも、もう、ごちそうするからですから、俺が言ってたもんだから、もうすぐ乗って、そしたらこうエディがここにいて、飛行がここにいて、飛行が、ビビビビ。飛行か、最悪だね。もう、きちんともう殺されると思って。いや、本当に、これが大事なんですよ。いや、ある意味だから 今でいうスカウトですか。スカウトされたんだみたいな。もともとギターをされていたのを知っていて声をかけてるんですか。知ってたと思いますよ。多分どっかで見たんだろう、うん、で、急に道で声かけて車に乗せてスカウトされた。そうそうそう、まあ、拉致されたようなもんだ。今覚えばね。新規さんとしてはそれで続ける、新規さんとしては、うん、やっぱコンディショングリーンでこう続けた理由というのは、そこはこう例えば、まあ、最初はそのスカウトからだと思うんですけど、うん、この空間に何の居心地を感じてこうそこにいたのかとか。いや、その時はあのねよく考えるんだけど、あんまり覚えてないのよ。なぜかって言ったらギター始めたばっかりだから。いや、本当にそれいきなりステージでしょ、うん、16歳の後半の子が右も左も何にも分からない、社会のことも何にも分からない、ただもうやることはギターを勉強することというのがもう自分の脳裏にあるのね。だから周りのことというのはあんまり見る力がなかったんだね。一つのきっかけはよ、新規がさ、定例が来てんで、そこのギターとあれを使ってね、そこでワンズやってる時に母ちゃん見てたんだよ。あ、本当、うん、俺、僕はその時ギターがさ、よし、もう自分の遊び、はあ、こんだけができる子供がいるんだなと思ってたわけ、うん、で、それとしばらくしたら、カッチャンですと一緒にやってました。じゃあ、それがさっきの話よ。カッチャンが僕に言ったのは、おいき、一人ね、すごい子供がいる、見に行こうって言って、さっきの話、見に行って、新規がプレイしてるのコンディションがいる、その舞台で見て、俺ロックに戻っていったんだよ。これがその時にプレイしてないと俺戻ってない、はい、あれ俺がわずか3年間ダンプのうんちゃんしてる間にこんなに変わったやつが出てきてるんだ、という具合にインパクトが強烈だった、うん、だから新規がさ神と鬼って書いてあるんだけれども、だそれからの彼の成長ぶり、その成長したのは何かというと、かっちゃんの教えをきっちり守っていって、かっちゃんと一緒にエディとね、今エディがの話が出る、この3人の強力な布陣、最高だったね。いや、もうこう肩車やら何やら振り回すことも含めてね、あの狭いところでね、よくその、ま、しっかりその計算に入ってんだよね。計算入ってんだよ、スペースも、スペースも、ああいうことを。でもね、計算してそれやったんですけど、その場の雰囲気で見ながらやってるから、ある意味では俺野生的な本能みたいなのもあるわけ、でそれにすぐついていく、その本能をこっちは持ってるわけ。人間タワーとかみんな練習とかねえ練習しないその場でそのまま急にで、ロサンゼルスに行った時に4段やったら崩れたけど撮影の時に4段まで同じバンドメンバーとしてのカッチャンはどうだったんですか。やっていて、マンマさん打ち合わせもない、リハーサルしてもなんかこうなかなかそれ通りじゃないで、こういきなり人間タワーするとか大変なこともあったかと思うんですけど、なんかそれともなんかそれが楽しかったのか、内側から見て どんなバンドですか。いや、やっぱり信頼してたんじゃないかな、うんうん、信頼っていうのがあるから絶対間違わない、絶対失敗しないっていうのがあるから自分の中に、だから恐怖っていうのは感じないのね、そういったのにはね、かっちゃんに対する信頼のね、このギター弾きの振り回されてさ
昔はあのコードレスないさ、はいね、長いコードでさ、それを最初左にぐるぐる回すわけよ。で、そしたら足に巻きついてくるさ、今度は逆にもどうか誰もできない、バレできない、ちゃんと俺見てたからね。あれ、即興だから即興、あれやっぱり訓練するとできないよ、あれ、あのコードとかちょっとあんなもうむちゃくちゃやってるので、しっかり見てるから、しっかり見てるね、すごいよね、俺はね、確かに。だからね、その若い時のね、スポーツっていうかね、うん、裏打ちされた強靭なあの体っていうか、うん、で、さらに彼たちはパワーリフティングをやりながら体を作っていくんだよね、うん、あ、僕はもうずっとのとにかくパワーが、あーやーがチャッサン、千葉ってんや、アメリカがかなのって言われたから、うん、もうよかったパワーがねえしやって言われたら、あ、じゃあチキレイ食材にして、でじゃあもうトレーニング始めて、やっぱこうこの小座、特にこの基地の町でロックをするっていうのは、やっぱこう体も作ってこう屈強な米兵にこう負けちゃいけないとかっていうのも、やっぱこう見た目的に、いや違う、今普通の米兵って言ったでしょ、うん、さっきチビが言ったようにベトナム帰りの人を殺した北兵隊に向かってるわけ、そうだよ、だからハブから鶏の首を切ったり、そういうことをやるわけだ、アメリカが騒いだら僕が見てるき、でな、紅茶のザルも割れてる、シンバルを投げるんだからね、うん、普通じゃないよ、やっぱり、ね、それはこの前ちょっと実は私あのチビさんとお話ししたんですけど、あの、まあ、このベトナム部外、まあ、ベトナムに行くあるいは帰ってきた米兵のその精神状態もこう大変な彼らを相手にやってるからこそ、こうよりこうクレイジーなことをすることによって、なんかこう自分たちを守っていたのか、あるいは彼らをこうなんかショートしてこう解放してたのか、一体何だって、まあ、両方だね、両方、うん、解放もあるし、でも彼らがまさかこのベトナム戦争であんな大変な思いしたけど、沖縄に来てもっとこんな大変な目に遭うなんて夢にも思ってないさ。目の前でこんなことが起きるなんて想像つかないわけよ。想像つかないことをやるのがかっちゃんだろうけど。だからあるね、かっちゃんはあのライブハウスがあるでしょ。そのライブハウスにあるあのどこに誰かいてどうのこうのって全部見えるわけ。俯瞰して見てるわけよ。で自分たちのバンドも見てるわけよ。で自分が行動する時も今言うように、あ、行動がさ間違ってもまた元に戻すぐらいまで全てできてるわけよ彼は。だから全部あの見えてるんだよね。見えていながらその行き当たりばったりでやってるようでやってないわけよ。だからそこの神がかり的なさ凄さみたいなのがあるよね、あれは。このピースフルの面だと、どういうところが彼のパフォーマンスのこう長けてる部分のあれで、そのライブハウスだけじゃなくて、そうだね、やっぱり過去にいろんなも歴史がね面白いし、エピソードがいっぱいありすぎて、一番面白かったのが闘牛場で、闘牛場ね、あっちからワイヤーを途中で止まっておって途中で止まったな、あれな、途中で止まったな、で、何でももう絵になっちゃうし、うん、で、ステージに馬乗っけようとしてもう止めたことがあるんだけど、いろんなね、パフォーマンスありましたねだから、簡単にさ、その、あの、なんていうのか、何かが自分の行動でここからここまで行くだろうと思っていて、うん、それが途中であの失敗したとする、その失敗をまた楽しんでるね、楽しんでるし、お客さんもそれでもうまくいかなかったのを楽しんでるね、逆にね、じゃあその何をしても結局それをこう笑いに変えたりとか、ね、空気に変えたりとかさせる、だからもうかっちゃんが出たら、あ、ちょっと時間オーバーするだろうな余裕を持っておかないといけない、そう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 、だいたい一晩の40分でだいたい来ました、うん、関係ないのよ始まったのは終わったもん本当、本当、始まったら終わったもん、ね、バックバンドがね、すごい、だから、見ていて分かるようにかっちゃんを称えるミュージシャン、かっちゃんバンドの人、今までのみたい、結局、ポスターがああいう場にできてるけれども、結局ね、参加しない、いや、もうかっちゃんとは付き合いたくないけどもと言ってる人たちもかっちゃんに育てられたんだよ、あれは、うん、かっちゃんのバンドにいなければ、うん、あの厳しさで育てられてるからどこに行っても使えばするわけ、うん、しかし、うん、それによって
ロックが嫌いになった、人間が嫌いになったというのはいっぱいいる。みんないるな、ね、でもあの告別式の時のあの看護系の中のかっちゃんピースルースそのままでしたね。彼女があの衣装をつけさせたんだと思うけど、ただね、あの人間的にね、うん、結局僕はあの生まれてきた彼一人ぼっちなんだよね。また一番最初に戻るけど、一人ぼっちという部分が、うん、ちっちゃな子供がさ育っていく、2歳3歳4歳5歳ってこう育っていく、ここのところの刷り込まれたっていうかさ、それも都でああいうところで一人ぼっちっていう、何があったかわからんよ、ここのところをずっと秘めてる。それでね、川光という言葉使いたがらないわけ、川光って言ったらすぐ都って分かるさ、なんか沖縄には何だったっけ、宮古、ヒドル、ナークーか、ナークーっていうナークーとかなんとかこうあるんだけれども、いやだからかっちゃん僕はお雪で通ってるけれども、やっぱりあのなんて言うんだろうな、地の中に、うん、DNA の中に、うん、もう何かがやっぱりあったんだろうな、うん、だからソ連が逆に言えば家庭的じゃないっていうか、うん、最後の最後で人を信用できないっていうか、最後は自分だけだっていうか、うん、というところに見えるわけさ、うん、で俺も一人ぼっちではあったけれども、僕は常識人間として生きてきたけど、あれは非常識で生きてきたからね。でそのこっからよ、非常識で生きてきたって言うけども、舞台の上の非常識は警察も何も捕まる必要はないさ、だからステージでは何で何をやってもいいよねということだった。なんか その部分をこうロックのエネルギーに変換してこう人を魅了した、多分かっちゃんじゃないと ああいうパフォーマンスはできなかった。できないできないできない、僕らには全くできない。あの生い立ちをこうエネルギー変換してすごいなんかこう なんていうんですかね、こう常人にはできないようなこうパフォーマンスだったり才能をこう発揮したような感じもしますよね。そういうことは、うん、だから僕ら音楽やってたよ、うん、だから音楽をもっと深く追求したい方法の人間じゃん、うん、だからこれも絶対曲げないから、そこでぶつかるわけ、うん、ちょっと宮島さんお伺いしたいんですけど、はい、こうあのただそのそういうかっちゃんがいらっしゃったけど、でもなんか晩年少しまた本人もこう丸くなってきたりとかしてる部分もあって、その晩年のこうあのかっちゃんにもあ、まあ、結構触れられた方からすると、どういう横顔が見られましたかねというのと、うん、彼ご自身はこうなんか自分がこういう風になったら、まあ、まさにおっしゃってたと、小座という町が俺をこうしたんだみたいなことをお話をされますけど、こう、まあ、町のこの小座の町づくりを見られている立場からして、うん、こうなんか、何て言うんですかね、この小座の町って一体どうな何なんだろうというか、彼をそういう風にこう、うん、丸ごと包んできて、今あの彼のここまでの歩みを見られているんですね。そうですね。僕はまあ1973年生まれで、まさに先輩たちがうわーってなってる時にあの生まれて、あのそういう時代はもちろん見てないんだけれども、僕が10代20代とかって過ごしてるうちに、やっぱりこう子供心ながらにコザに住んでたらピースフルのポスターが街にあったりだとか、そこにはかっちゃんの写真があったり、たまにニュースで出てくる映像なんか見てると、うわすごいクレイジーな、あーなんちゅうのこうアメリカ人たちも外国の方たちも熱狂してるっていうところで、同じうちの中の先輩たちがぼーっとこう演奏している、こうなんていうかな、向き合ってるっていうような状況っていうのをずっと見ながら、かっちゃんの存在とかね、先輩たちの存在っていうのも雲の上の存在だし、怖い存在でもあるから、やっぱり僕の10代は80年代だし、20代も90年代だけれども、その時かっちゃんもやってたと思うけど、やっぱり怖くて行けなかったね、ライブハウスに。で僕が20代途中ぐらいだから、かっちゃんがもうその時は40から50ぐらいにかけてだと思うんだけど、やっぱり聞きに行きたいわけ、何かの拍子で。で沖縄市民会館で、あのなんていうの、あのいわゆるライブハウスではなくて、あのああいう、まあ、ホールでね、あの
安心して見に行けるっていうような、なんかそんなイベントがあって、そこで、あ、初めてかっちゃんが見れると思って、もうまさに未知との遭遇なわけですよ。でパフォーマンス見たらもう宇宙人なわけさ、こんなの初めて見たって感じで、でイベントライブが終わった後、みんなさ、かっちゃんと握手したいっていうんで、市民会館の外の石のベンチにバーって人が並んでて、みんな並んでるわけ、握手したいの、かっちゃんと。で僕も同じように触れたいから並んで、かっちゃん楽しかったですって、握手お願いしますって、その時にすごい、まあ、ぶっといてでね、ガッと握手された時に初めて交わした言葉が、うん、もう二度と会わないでねって言われて、びっくりしてファンとして並んでるのにショックじゃない、もう二度と会わないでねって。あれから時が流れて25年30年後ぐらい経った時に、僕は映画の仕事をやってて、その時まさに彼はアクターの仕事で、僕はあの彼と一緒に仕事をする、うん、でその時に改めてかっちゃんに、今回仕事ご一緒させてあのいただきます、宮島です、よろしくって言って、ちょっといろいろ話してたら、もうその時はもう丸いの、少し、うん、なんか、うん、その怖いっていうよりもなんか、うん、まあそれでも宇宙人のモードなんだけど、ちょっと得体の知れない感じがあるんだけど、その時に僕初めてかっちゃんと話した時に、こうやってもう二度と会わないどこねって言われたんだけど、あれってひょっとしてかっちゃん一期一会っていう意味なのって、こっちはね、なんか会話を面白くしたいからそういう風に伝えたら、かっちゃんはそうだよって言うわけ。なんか適当なような、何かこう、なんていうの、哲学的なような、あの人の言葉ってちょっとなんていうかな、哲学的なことをポッと言ったりする、その具合っていうのが何とも愛おしいような、でも不可思議だし宇宙人のような感じだし、毎回未知との遭遇の会話っていう感じで、突然ふとね、春夏秋冬以上とかさ、もうわけがわからないんだよね。そこがまた魅力っていうか、でそこでいろいろあるんだけど、さっきも皆さんおっしゃってたように、やっぱり僕の目から見てもパフォーマーっていうか、その人の前に出たら、そこが例えばコンビニの中だろうが、あのどっかの商業施設の中だろうが、一緒に買い物とか行ってたら、やっぱり声かけるんだよね、周りの人たちも声かかるし、そしたらちゃんとリアクションするんだよね、もうみんなびっくりだよね、俺が龍神マブヤだとか急に言ったりとかね。でもみんなわーっと喜んでる、ステージ以外のところでも彼はなんか、うん、アクターになってるし、小座小学校の子供たちが歩いてたら、かっちゃんとかって呼ばれるし、おーとかって言うし、この人のなんていうか、こうカリスマ性を超えた、なんだろうな、なんていうか、なんか、なんていうの、アメリカのね、コミックとかで言ったら、あの近所にスパイダーマンがいるみたいな、会えたらラッキーみたいな、なんかヒーローっていうか、なんかそんなキャラクターっていうのをずっと見てたので、ただあの一緒にタバコを吸いたりとかね、あの彼のアパートにちょっと安否確認も、俺近所に住んでたから元気かなと思って、たまに連絡とかして一緒にプカプカタバコ吸ったりとかする時にの、なんか誰もいない、その一人でいるアパートにいるかっちゃんの姿っていうのは、なんかね、本当に普通のおじさんではあるんだけど、ラジオから聞こえるニュースを聞きながら、なんか世の中どうなってんだろうねとか、なんかそういう周りの社会的な現象もちゃんとインプットしているっていうのをそばで見てたから、彼のそのパフォーマンスっていうのも、どっかしら何かメッセージ性っていうのも僕はやっぱあるような気がする。でもやっぱワイルドすぎるし、ある人は野蛮人っていうかもしれないけれども、なんかこう人間的なところを感じる部分では、もう野蛮人というよりも原始人っていうか、そうそうそう、ね、原始人っていう感じで、やっぱ純粋で素直だし、なんかその辺が一つ魅力として溢れ出てたのを、ちょっと怖いけど、でもみんながこう虜になるようなっていう、そのオーラみたいなものっていうのは常にパフォーマンスから滲み出てるから、きっとみんなかっちゃんがステージに出てきただけでわーってなるし、だから僕も断れないんだよね、かっちゃんにいざなわれたら。電話でピースフルも、ピースフルのかっちゃんの前日出させてもらって、僕
電話もらってね、前日に、ね、宮島さん、明日ピストフル出てっつってえぇ、ー、と思って断れないよね。何回目だったんですか。あれがね、2016年確かのピストフルだったと思うんですけど、うん、で打ち合わせとかどうしたらいいか、明日来たら教えるで、楽屋裏行ってどうしたらいいのっつったら、宮島さんはね、僕になりすましてくださいって言って、白装束着て、いつものあのマントヒかな、マントヒかな、あれをかぶらされて、じゃあ僕はかっちゃんを演じて、宮島さん先にステージ上がって、みんなバンド演奏してる間、いつもの長いイントロ1曲目のやつで、僕出て行ってかっちゃんのふりしてやってたら、あの目だけ僕は見えるわけですよね、観客。そしたら観客の皆さんは俺のことをかっちゃんと思って見てるから、うん、俺かっちゃんになりきる感じにどこ動いてたら、みんなわーってなって、みんな俺のことをかっちゃんと思って見てるから、かっちゃんってこんな世界で生きてるんだっていうね、変なこうすごい誰がもう体験できないことをさせてもらって、でやっとかっちゃんステージに上がってきたと思ったら、もう15分20分経ってんだよね、うん、そこで退治して、でその演出もちゃんとしっかりしてるんだよね、かっちゃん。事前に話してる時に、じゃあかっちゃん、僕がステージ出て、彼かっちゃん登ってきたら僕はもう履けるよって言ったら、うん、すぐ履けないで、宮島さん、ちゃんと私は宮島だって顔をお客さんに見せてから、あなたの子供たちも見に来てるでしょって言って、なんか僕のこともちゃんと考えてくれてて子供たちを喜ばせなさいって言って、あなた顔を見せてからさってっていう打ち合わせ一応あって、それの通りやって、だからこう俺のことも考えてくれてるっていうステージング演出はすごく嬉しかったですね。で後に彼はビギンさんとアルバムを作るんですけど、あの時もそうそう、うん、一緒に安否確認のため、僕タバコ吸ってたら一緒にビギンのね、A翔さんから電話が来て、うん、じゃあ今から行くねって言って、かっちゃん誰から電話だったのって聞いたら、ビギンの A翔から電話だよって、あ、そう、なんだってって、今話がしたいからパーカビニューにいるからおいでって、あ、うん、そうかって言ったら、宮島さん送ってって言って、分かったって俺車乗っけてパーカビニュー行ったら A翔さん待ってて、でそこで僕もまた手伝う羽目になるわけなんですけど、でそのアルバムもレコーディングされて、もうかっちゃんのためのこのね、やっぱビギンのメンバーもいろいろやって、その彼の歌声を残したい、要するにこうピースフルで歌ってたようなカバー曲、あのコンディショングリーンはレコードがあって聴けるけど、いわゆるみんなに向けてやったその晩年のかっちゃんのパフォーマンスをパッケージしたいっていう企画だったから、みんなでかっちゃんが好きな歌を歌ってって言って、それでレコーディングできました、今度はアルバムのジャケットの写真を撮りますって言って、そしたらまた前日にかっちゃんから電話あって、宮島さん明日ジャケットの写真撮るから海で撮る、宮島さんの子供たち連れてきて分かった連れて行くよって言って、僕も周りの友達の子供たち連れて行って、そしたらかっちゃんは自分のことをやっぱり演出その分かってるから、子供たちが怖がるじゃないかなと思ってるわけ多分ね。そしたらおもちゃいっぱい持ってきて、子供たちをすぐ虜にするわけそしたら子供たちがすぐかっちゃんのファンになるの、すぐすごいね。そうそう、で一緒に海中道路のそばのビーチで、もうかっちゃんの膝に座ってんの、うちの子供たちがもう和気あいあいと楽しく、だからあの人のこの人間の魅力っていうのはもう老若男女問わずにすぐなんていうかな、包み込むっていうか、ね、我がする道路の時代で言えば全然考えられないですよねギャップがすごい聞いて面白くて、でまさきゃさんおっしゃってたこの、うん、なんていうんですかね、生い立ちの厳しさとか、こう、うん、人を信用しないとか、うん、このこう荒れていた、でもそこをロックに昇華させて、そのね、今宮根さんおっしゃったこう我々の時から想像できないっていう、そうできない、多面性があって、どれが本当の彼ですか。いや、あのね、違うんだよ、多面性じゃなくて、どん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 ある意味でこの中で修行の現場での修行をした後の彼の心が変わってきたわけ、うん、変化してきた、うん、昔は絶対ありえないから、あ全然だから想像つかないですよ ね、 あのね、この話を聞くまでええー、と思ってさ、うん、僕が思うのはね、かっちゃんがね、さっき言ったように結局生い立ちっていう部分のね、
僕らが知らないのが中にあるとして、で僕とステージで死のうなと、ステージで死んだら俺たち本物だよなと言ったわけだよ。ほんで殴り合いをしながら、意見の交換をしながら、ついたり離れたり、ついたり離れたり、かっちゃんと僕はやってきたんだけれども、最後の最後でね、50周年か何かの本に僕は書いたんだけども、かっちゃんふざけるなと、お前ね僕らにそういうことを言ったんでしょうと、だったら死ぬまで世の中に人に噛みつく牙だけを持っておけよお前は、なよなよして猫なで声で今人にこんなする宮島さんふざけんなお前はというのが僕の本で、カリスマとして最後まであれは大変だったねと、穏やかなさ棺桶に入ってしていたけれども、まあ見た、かっちゃんだった、僕に言わせればかっちゃんのカリスマ性というか、あれをそのまんま死んでほしかった、優しくなってまろやかになって、徳ちゃんありがとうね、冗談じゃないよ死なさりんのって僕に言わせれば大はったられる。でもう一つはで、パートナーにね、最後の最後までね、僕は彼女に言ったんで、彼女から電話かかってきた時に、最後の最後に下の世話まで見て、そして今死んでいくのをじっと見ていた、普通の女にはできないの、わずかこの10年ぐらいなんだけれども、かっちゃんを救ってくれたかもしれないな、はい、まあ、ずっとなんかこう探していた母性みたいなのを見つけたみたいな、かもしれない、何があってもこう、かっちゃんも最後少しこうなんか安住の地を見つけたのかなって僕も少し思ったりしたんですけど、それなのよ、いいとこ多重人格なのかなって時々思ったりするけれども、かっちゃんの凄さっていう部分で、お前生き返ってこいって俺言いたいわけさ、本当のことちょっともう一回話しようと、まああとはあれも入ってたけども、だから結局はね亡くなったけども、いっぱい疑問符が残りすぎてまだ俺の中では整理ついてないわけよ、ある意味では、なんだお前はってさ、あのガキの頃のお前は、あの東京でのお前は、ウィスパーの時のお前は、コンディションブリの時のお前は、カッチャンバンドのお前は、そうですね、ウィスパーズとコンディションブリもまた全然違うわけですよ、もうまるっきり違う、もうどんどん彼が変わり続けていって整理がつかないんだ、だからもうちょっと本音の話がやろうと思ったけども、彼は一生自分の本音を隠したまんま死んだと思う、新規さんはどんな人、コンディションブリーン時代に一緒にいらっしゃってて、彼の本音とか何かこう垣間見たこととか、僕はもうこういったのは霊的に分かるから、もう喋らなくなりなさい、分かるのだから、できないのはもう決まってるの、この人とは、その話がですか、話じゃない、一緒にやるできないって、もやることも、はいはい、この人とは無理と思う、ダメだ、できない、シャッター映してるわけ私が、そうだって今言ったような、卑怯さをするなのはちゃんとかっちゃんとはできない、要するにさ、じゃあ僕が聞くけども、皆さんがかっちゃんを一言で語れる、語れないよ、難しいですね、無理だよ、僕は無理だよな、60ぐらいつくやったっけな、分かるかね、全部見てるから、最初の頃も最悪な男っていう部分と、本当に最高の男っていう部分と、あまりにも極端にさ、ありすぎて、でもチビが最強言ったけども、琉球国の中の五大英雄みたいなのに入るようなさ、もう二度と生まれないね、かっちゃんみたいなのは、その時代が生んだ部分もあるとか、小坂が生んだ部分もあるとか、なんかそういうところはあるのか、こうなんとか、いや小坂が生んだじゃないな、 A サインが生んだんだな、 A サイン
まあ A さんが拍車をかけたんだろうね、もともと持ってるあのね環境っていうのはさ面白いもんで、うん、俺もずっと高座予選高座小学校高座中学校さしかもずっとあの、うん、裏町、はい、そこで育てるから子供の頃からこの環境にいるわけ、うん、だからそこにあのアメリカの兵隊だけで暴力団無理しいろんなのがいるさ、うん、そういう中で育ってそれを見てるからそういうふうに育てられてくるわけ、うん、だもでもそれはその中にいてもその中に はまらない人たちもいるわけよ、うん、だからもともと持ってるわけさこれ、うん、だからかっちゃんもそれもともと持ってるのがどんどん膨らんでエスカレートしただけの話で、うん、そういうタイプの人間なんで、そういうところでこう、うん、エネルギーが発する人、そうそうそう、うん、もう自分のあれを爆発するその方法を彼はもうしっかり見つけたわけよ、うん、普通だったら米兵の前で省くとかやらないですね、ああまあだから逆にね、僕らはあまりにも深く関わりすぎてるわけさ、皆さんたちは表面的なものさ、そこのところのギャップというか、かあちゃんを語ったら1週間も全部足りない、だからさっき言ったように1週間ちょっと、はいはい、ひどい目にあったぞっていうことだっていっぱいあるし、もう嫌な思いでもあるし、でもすごい楽しかったこともあるし、あるよ、だから、うん、アメリカに行った時ロサンゼルスに行った時にあのロサンゼルスからラスベガスまで、ね、これ行く時のあの一台の車でみんな行くわけだから、うん、それとあのダウンタウンで僕らが来なくて言ったら後ろから車つけてくるわけ、みんな2層俺さ、もう一回、ほんで週後にそれ見たら多分どっかのラテンの、なんていうの、ギャングが攻めてきたと思ったんだろうな、うん、後ろからつけられてずっと、どうさせそのギャングにつけられ、つけ回されて、あれ、ディズニーランドでやったって聞いたんで、あれは本当の話なんですか、うん、あのね、うん、僕はその時はいないわけ、うん、その次の2回目のロサンゼルスだったわけ、その時はディズニーランド新規さんが行ったんですか、ディズニすごい方よ、うんうん、ディズニーで人間タワーとかやったんですか、向こうでだってでも鳥の首もちょっといやいや、そういうのはね、あのアメリカはね、その絶対できない、うん、あの時代でもできない、あのね、まあ軍の中でも一回やって、うん、それで立ち入り、うん、それであの市民会館でも、市民会館でもやったもんだから、こけら落としだよ、新しいの市民会館よ、市民会館のこけら落とし、もそこに、舞台もピカピカあの吉田さんこれ、だんだん井上陽水で出たね、陽水が、母さんがないよ、あれよ、ハートブレイカーってやりやるって僕らの前で、僕らがそれ分かるもんだから、あの傘がないって曲は、コードの進行は全く同じだった、グランドファンクの曲と、これは割ったけ知ってるもんだから、大変だったよ、やり市民会館のこけら落としでニワトリの首に来た、もうチーよ、だから一応あれシートを敷いてあっても、しかも食って、このチーをさ、要するにあのストロボがいて、ブラックライトでこんなにやってる時にこの姿っていうのはこれブラックミサなんだよ、だからその要素でアメリカたちもみんなびっくりしてたわけさだから黒人がやってきて出る時白人になってたんだよ恐怖いやだからね、その後僕らマリモジメジューサーコンディションに山崎に遅れて出ていくわけさ、そしたら、はい、琉球放送と一緒に那覇、はい、市民会館やろうとした時に、行ったらロックには市民会館貸しませんって言われたわけ、あ今度ショングリカッチャンの話よ首切って、鳥ニワトリの首切って、ニワトリさ首切られてさ、そのまま首がないニワトリがさバーッと手に入って白い服とかなんか血だらだらがやればって暴れて、暴れてニワトリ取り乱してよ、そういうことを平気でやったもんだから、うん、で琉球放送と僕ら話してからどうしよう、じゃあ分かった分かった、うん、じゃあ僕らはマリウスメデューサーロックじゃありません、ポンプスでなるほど、出てきたんだよ、そういうかっちゃんの市民会館のあれで逸話みたいなのがあって貸さないっていうのがロックに対する、そういうものが伝説として残ってるね、やっぱり、いや一緒くたになってるわけよ、だから紫もアルコンディショにもみんな一緒したくなって、うん、紫はラーメンコークしてって言うわけよ、私ねあ、そのバンドだよってそういうことなんだよ、だからあんまりにもあの既成概念に結局とらわれないっていうか、
いや俺はこういう場にやるって決めて、うん、そういう約束ごと一切なし、うん、ないよね。それはこうキャラさんどっちかというとこうまさにこうプロデューサーとしてもうだから、ね、その面でも面白いんですか彼は。だからそういったらこの琉球三国地を作った時にさ、あの人と一緒にガネコ入りことを絡ませたわけよ俺が。で、あの舞台袖からあの出させたわけ。そしたらかっちゃんこの人から悪役の格好で出てきてからやれよって言ったら、悪役の格好で出てくるのにさ、彼にさこんなこんな力で気に入ってガネコユリコずっと舞台で待ってるけどさ、ガネコユリコのところに行くまでに10分ぐらいかかる。私何をすればいいかって感じ。それ会場どこなんですか。これも大きな住みかいか。これも大きな住みかいか。コンベンションで待ってさ。だからそのコンベンションだった。だからそういう部分の自分の芝居になっちゃうわけ。うんうん、このストーリーとは全然関係ないやつがここにポコッと入ってるわけよ。でもそれをお客さんはもう分かってるから、あ、キャカちゃんが出てきちゃう、あ、本当はこんなストーリーじゃないやつ、ね、じゃないだろうなって思ってるけども分かってるわけよ。でも最後にチビがもう武器はいらないんだって言ったら、かっこよかったなあれはあれでな。まあまあミュージカル作ったんですけどね。だから人の言うことは聞かない。ただだから今言うように人の言うこと聞かないで、あのまあ宮島君も変でこんな声でさ最後に収まるなよ。あ、やっぱりそれはなんかあるあるよもちろん、うん、そのふざけんなお前は。長年ずっとロックやってきた仲間からすると、うん、だいたいあの、うん、この辺ジャックナスティあたりが来た人たちのみんな後から来てる人たちなんで、一番大変な時期、うん、見てる人いないわけ。はいはいはい。は置いといて、バンドメンバーとしてのかっちゃんは どういうふうに捉えてそばで見てるの。分からんなぁ。掴みようがないからね。うん、影が多いよ。影が多い、うん、例えばどういう時にそれを感じますか。どういう時に、うん、いやどういう時にでも毎日感じてるんじゃないかな。毎日感じてから頑張ってたんじゃないかな。私の方はよ。はいはい。うん。無我夢中でやってるから。無我夢中でやってるから。うん、もうあの時のやっぱ新規のパフォーマンスってのは、うん、もうステージの中でその一つのショーになって、うん、ちゃんとピシッとハマってるからね。うん、ガチッと。こうコンディショングリーンとしてはこう過激なカッチャーみたいなものがこう前面に出つつも、でもやっぱりこう新規者のこうギターのこの腕とかっていうのはやっぱこう誰もがこうみんなあの場で、いやカッチャーは新規を生かしてんだよ、作ったんだよ。カッチャーがやらなきゃ新規はここまで花咲かない、うん、だからコンディショングリーンあっての新規だよ。新規はすごいんだよ、うん、コンディショングリーンの中の適材適所でババッとハマったんだ、うん、かっちゃんの考えにバッターハマったのが新規とエディだったな、うん、新規このエディ、このエディとこの3人がこの3人、うん、宮田さんさっきおっしゃってたこうブラックミサっておっしゃったんで、ちょっとやっぱこうショーみライブというよりはこうなんかショーみたいな部分があるんですよ、うん、ほんとブラックミサ、うんうん、このストロボを利用してやっぱりあれはほらこのこう、うん、これに見えるさね、うん、その中でやるこれをこう、うん、ゆっくり首を切ってで、こんなして、それで血を飲む姿なんかこれ、これ見てたら、味方くん自分が逆に戦場でやって頭を吹っ飛ばされたりする人をこれが思い出してしまうわけよ。うんうんうん、だから72、3年たらそろそろもうエンディングに近いから、もう負け戦始まってるから、それで相当僕らのライブハウスに来る兵隊も一人兵、二人兵で仲間がどんどん減っていくのをもうはっきり見えるからさ。それはもう戦場に行ってなくなって、そうそう、来てたメンバーが、あれ今日あいついないのって言ったら、あいつは死んだよとかそういうのが出てくるんですよ。そういうのがもうどんどん増えてきて、うん、だからおそらくそこに行った時に彼らはそれをね、うん、いわゆるフラッシュバックって言ってね、うん、頭がパッとその世界に、それでおそらくこのフラッシュバックで、うん、あの惨劇をね、思い出すんだろうなと、はい、だから新規がギターで持って機関銃、ダダ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 みんなで一緒にバーンって行った時に朝そこにベトナムから帰ってきた兵隊がバーンが爆発したみたいにみんなパニックになりよったんだから、あのベトナムだからその現実に僕らはそこで演奏してそれを見てるわけよ、その兵隊たちを。
でそれを今度は取り込んでから大砲を撃ったり機関銃を撃ったりすごかったのな、お前たちはな、戦争を起こるまでになるんだよな。いやだからあの彼らのその心境の変化、うん、そう川がどんどん変わっていくし、うんうん、ね、うん、もう最初のあの物見遊山的なあの雰囲気がどん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 追い込まれていく、うん、でもう最後は僕ね確かに求めてくる、うんうん、Please play for me になった時の彼らの表情っていうのはね、うん、もうこいつら僕らはこいつら嫌なやつだと最初は思ってて差別意識の塊だと思ってて、ね、それで沖縄の人間を人間として見てないし上から目線でこいつと戦ってたわけよ、うん、この、うん、人を奴隷としか見てないこのね最初はこんなだったんだ。ところがそれがよく考えてみたらあいつら昨日まで好き勝手なことをやってそれをねやってたのを無理やり取られてしかも、まあ、戦争に、まあ、駆り出されてもそこでどうせ負けるはずはないからとりあえず、まあ、あの給料もちゃんともらえるし仕送りもできるだろうそういう甘い考えがあったと思うんだけどそれがどんどん現実的にね追い込まれてきてよく考えてみたらあいつら無理やりこの世界に入れてしかももう七年追いやれててその救いを俺たちに求めてきた時にあ俺たちはこの周りのモルキなんかどうのこうのってそんな言ってる場合じゃないなとこいつの方が本当にかわいそうだったんだなと思ってねそれはもう後からようやく分かったこと負け戦になった時人を殺してきた別も山帰りというけどね山帰りというけどね本当に違うよだから皆さんはあのベトナム戦争の BC 通りのそこで僕らプレイしてて山帰りが入ってきて僕ら家に通しながら分かるさ右側にいるやつ、うん、あれ危ないよ気をつけておけよそうそうそうもう本当すごく 目が違うよ、うん、こうやったらバンって言ったらバーンって飛び起きてからさ、うん、突っ込んでくるんだよだから僕のギターなんて2箇所折れてるからね、うん、で私は今 あのこれマイクスタンドとかあんな軽いさね昔 あのスタンドはいいものなんだよいいもの、うん、いいものって分かるかなでそれゴムついてるんだそれ外してアメリカが突っ込んできた時は僕らこの鋳物でもってババーンってすぐもうこっちも喧嘩僕なんか7針縫ってるからねあっちこっち刺し傷切り傷があってみんな喧嘩だからだからそういう中でプレイしているで彼たちは彼たちで人殺してくれば、うん結局英雄だヒーローだヒーローになるわけだからねなるわけよところがさ負け戦になってくるとヒーローどころじゃなく自分の命を守るのかさえだから自分の命を守るということはどういうことか沖縄に帰ってきましたそしたらローテーションでまたベトナムに送られるとした時に金でやったんだけどもこたつにおじいちゃんが入っていたそこに行ってから背中を刺して取ったお金が5ドルでも考えてごらん沖縄の人を刺した刑務所に行くベトナムに行かなくていいんだよ今言ってね沖縄の人をこうやっていっぱいそういうのがあったっていうの分かるでしょ、うん、ベトナムにいて死ぬよりは沖縄の人を刺して犯罪者になって行ってて刑務所に行ったらそうベトナム行かなくてもいいんだそれがあのベトナム時代の沖縄のいろんな強姦されたりあれ事件こんなの裏にはこういうのがあるんで皆さん知らないでしょそうそうそう僕ら現場で見てるんだからその現場で見てるベトナム兵をアメリカをコテンパンにやっつけたのがカッチャンだったわけ、うん、カッチャンご自身がこうかなり変わってきてるっていうところもあると思うんですけど、まあ、その時代の変化とかもまたありしつつただそのコザの町とこのカッチャンあるいはこの沖縄ロックっていうのは切り離せない部分があるとは思うんですがカッチャンがお亡くなりになった今だからこそ何をどういうふうにこう語り継いでいくべきかとかこう街のアイコンとしてのカッチャンあるいはこうロックとかそういったことをこうどうやってこう次の世代にこうつないでいくあるいは残していくどういうのを発信していくとかこうあるいはこうカッチャンが残したものって一体何なのかとかそういったのをこう一人ずつなんかあのいろいろご自由に。いや俺はね、うん一つの夢をずっと追い続けるっていうことがいかにね大事なことかなっていうのはそれをしっかり若手にも僕は教えたんじゃないかなと、うん、やっぱり1年10年やって、まあ、今はねちょっとしたことですぐお金も儲かる世界だけども僕らそんなことよりもステージでこの毎日毎日戦いの中でその一回それを乗り越えるためのこのエネルギー、
それが発散するとき、そしてまた次にそれが向かう、ずっとその戦いが未だに僕ら終わってないわけよ、うん、また全然終わったと思ってないよ、うん、だからカッチャもそういうものを教えてくれたわけよ、うん、ステージってのはこういうもんだよ、命がけだよ、その命がけがね、まあ年取ったからそれでも一段落ついたじゃないんだよ、ずっと死ぬまで戦い続ける、それを教えてくれた。だから夢をね、ひたすら追っかけるってことがいかに重要かなっていうのをね、うん、彼は残したんじゃないかなと思うよ、うん、音楽に対するパッションというか情熱を受け継いでほしいよね、うん、いやだからさ、ワッターはこういうことよ、今のミュージシャンなり何なりが、よく日本のミュージシャンが言うのは、女の子のモテるためにやりました、うん、僕らは生きるためにやってた、そうそうそう、音楽は沖縄のミュージシャンの最初の出だしは飯を食うために生きるためにやってたんだよ、ワッターは下手だったらすっくみになるからね、うん、ということの、うん、全然スタートが違う、うん、本当に真剣にワッターはお客さんと戦ってきた、うん、だからそれを今の若い人たちに、女の子のモテるためにやりました、うん、まあまあまあいいでしょうと、でもカッチャみたいな音楽に命をかけたやつが、生きるためにやってきたっていうやつがいたんだよと、その情熱続ける、音楽に対する一途に、今チビが言うように一途に続けるっていうものをやっぱり持ってほしいね、若いやつらに、まあどんな財産でも変えられないことでしょうね、まあ今のポケット上お金も9倍から、それでね、まあインターネットでパッパッパッとね作ったらね、どんなあれでもすぐ世に出るじゃないですか、我々の時代そうじゃない、じっくりやってじっくりやって、この口から口へと広がって、それで名前が出て、そしてデビューする、うん、デビューする時のその時のレコーディングっていうのは何千万もかかる世界だから、紫のデビューなんて何億の世界よ、メンバーがみんな向こう行って向こうに住んで、当時のスタジオの1時間5万だからね、だからね、1日 10時間最低使うじゃん、ね、1日50万、そしてそれが20日間ぐらいかかるわけだから、でホテルに住んでみんな沖縄から移動してホテルに住んで、ずっと監禁されて、でそれに、まあ、こうなんていうの、でレコードジャケットの撮影やら何やら、その全部だら奥の世界、うん、今の時代そんなないじゃん、ね、気軽に作って発信して YouTube でこうすごい見られて注目してみたいな感じで、そうそうそう、だからやっぱり我々はなぜ日本でこういうふうに受け入れられたかっていうのは、アメリカ方は手にしてて命がけでやってるから、この命がけのエネルギーを受け取るこのみんなレーダーを持ってたわけよ、日本は初めて、まあ、それは紫のデビューの時の僕のね最初の感想だけどさ、だからコンディションブリにしても紫にしてもマリウジメ13にしても、昔のミュージシャンが全部沖縄に戻ってきてるのはなんで、今の若者たちはみんな東京に行きたがる、でも僕らが、今紫もそうだけどマリウジメ13も僕らが行って思ったのは、結局ね、日本のレコード業界のシステムに合わない、なぜかというと、かっちゃんたちも紫も僕らもそうだけど、 A サインでやって演奏はこういう具合にして、自分たちでこういう具合にして、自分たちで自分たちのスタイルを作り上げているわけよ、うん、ところが東京のプロデューサーが、あれあっちはこんな、こっちはこんな、しわ、いや、うちの進み強兵にさせる、アギーをこうにさせるとかった、僕らの場合そうだった、だから自分たちの作った曲はこれレコードにしないでこっちを作ります、売れるまでは自分たちで歩いてるけど、売れてから以降はもう急に自分たちがなんていうんですか、こうレールの上を走るみたいな、だからそうそうね、だからそれで自分たちでやりたいように、自分たちの音楽、今自分が言うようにこういう場に、自分たちで話しながら、やっている部分と、これはアメリカンスタイルでやっている部分と、日本復帰1972年やって日本のテレビ局から日本のそういうものに見させられた、聞かされた若いやつらが育っていって、僕らの時代は目がアメリカに向いてた、でもいわゆる受信機能を沖縄もひっくるめて日本が
東京から持たされて発信機能は持ってない。そうするとルーズソックスが流行ったら北海道から鎌倉与那国みんなまで流行っている。冗談じゃないよと。ウォッターはウォッターのやり方でやろうよということになるけれども、いわゆるキー局に、全部、受信機能ばっかり持たされてるから、これが流行るとみんなこれ。なんかコンディショングリーンというのは、じゃあ本当沖縄だからじゃないと存在しなかったまだの気がするので、だから、だからそういうこと。いやいや、コンディショングリーンだけじゃなくて紫が受けたのも、音楽を深く掘っていった部分、マリゴイズメデューサー、みんなあっちで売れてみんな帰ってくるっていうのは、あそこでは住めない、あそこのシステムには入れない。僕らはやっぱりアメリカだったと。で今の若いあのタレントたちはみんな日本語で、基地の中でアメリカの前でプレーできるやつ一バンドもいない、いないんだよ。僕ら今でも米軍の中であのしょっちゅうやってる、だからそこが今の日本の時代が流れてからいいんだよ。それは今東京に行って安室奈美恵じゃないけども、みんな行って売れたらいいですよ、けれどもロック本来のそういうものの自分たちの生き様なり何なりをきっちりというシステムの中で、日本のシステムの中でプロダクションやそういうレコード会社の言いたいことやりたいことこれやって、そうしたら売れるよ、冗談じゃないよってなるわけよ、かっちゃんが聞くと思う。いやこれはね、僕らもこれだけ変えられないね、まあ、まあ、一定程度の規模のビジネスになってくると、やっぱりもうあっちはあっちのシステムが、まあ、絶対買っちゃいけない、これからも聞かない、まあ、勝手にやってくれればいいけど、ただ僕らの演奏のスタイルまで口で出すっていうのはね、ちょっと違うよって、はいはいはい、だから我々はやっぱり自分たちのちゃんとこれまで学んでいく、その中でどういうふうにね出していくか、どういう音楽をこれから作っていこうか、自分たちの中のこのレールあるのに、それを外して別のレールに持っていこうとする、これにはね、さすがに乗っかれないよね。日比さんがおっしゃるところで言うと、さっきのこの人は僕させていただいた質問でいうと、こうなんかこう何をじゃあ引き継いでいくかっていうと、こうやっぱりこう沖縄らしいというか、これらは琉球シリーズだよ、この、そういうなんていうんですかね、こうもう沖縄独特のしっかりこのバックグラウンドを背景にした街のこの空気とかを大事にした音楽っていうのをしっかり作っていく。いやだからアメリカとやってるうちに、このアメリカが僕らに I wanna hear your real music って言われた時に、お前たちの本当のオリジナルを聞きたい。だから僕らがやってるのが、お前らすごいな、ね、紫のあのあれもすごいな、これもすごいけど、でもブリティッシュハードルと変わらんさ、お前たちの本当のオリジナリティを聞かせてくれって言われた時に、え、そう考えてみても何があったかな、ね、で子供から聞いてる民謡もあるしね、その古典もあるし、そういったものが、これのことかな、これをじゃあどういうふうにね、あのそれをもうあまり言い過ぎたらチャンプルーズになるから、テリアリンキになるし、俺は違うよ、俺はロックだよ、俺の中で自分のね、カラーを出すためにはどうすればいいかっていう、まあ、頭の中でそういうの考えるわけ、あのね、思考を変えてほしいなというのは、なぜかというと、結局ね、沖縄っていう地区は地域は非常に僕はあのいいものを持ってると思うけど、で日本の例えば宇多田ヒカルとかああいう人たちがキャッシュボックスとかとアメリカントップ40に一番になったことも、何しても40位に入ったこともないんだよ、な。でところが日本では400枚前売れましたとかなんとかっていうね、これでいいよ、けども考えてごらん、韓国が全部の英語のスタイルでアメリカトップ40の一番をずっと取ってるでしょ、韓国にできるよ、全部英語で歌ってるよ、英語で歌ってるっていうことはハーフがいっぱいいる、英語をきっちりやってる沖縄英語で歌って、日本方向けじゃないよ、日本のアイドル向けじゃないよ、アメリカに行くっていう、これぐらいのもっと高いレベルのことを考えた方がずっといいと思わない？まあ、コンディショングリーンとかもまさに全米ツアーとかもされて、そう、あのだからじゃあその国内でこうチャートに乗るとかそういうことじゃなくて、こう世界をこう席巻するようなバンドを出すような目先の金沖縄の若いやつらそれできる、やろうと思ったら、うん、そうやってほしいですね、そういうでしょ、納得でしょところが日本のこんなちっちゃなところに全部こうあの組み込まれて、それやめろって言いたいわけ俺は、全然形が違う、
あっちも行こうよ。全米ツアーした時一緒に行かれたんですか？アメリカのメガツアーの時は、まあ、ロサンゼルスだからね。ああ、ロサンゼルスの時、いかがですか？こうタッチャーとしてアメリカにも行かれた年、あの、まあまあ、そういう時代も経験されてて、今こうなんかこう若いバンドマンにこう何を、まあ、バンドマンに限らずミュージシャンですけど、こう何をこう何をなんか伝えたいかとかのこと。ないかな。ね。なんだろう。もう皆さんがもう言い尽くしましたよ。もうないです、何も。まあ、イカドオブンです、もうその通りですよ。いやいや、ちょっと座談会になって、ちょっとイカドオブンです、その説明。いやいや、A サインはなくなってるけれども、な、A サインは修行、さっき言ったように修行の場であったけれども、結局さ、コザっていう話も、A サイン、コザ、沖縄とこう広げていった時に、やっぱり沖縄っていうのはある意味日本と切り離された独特なものを文化を持っているわけよ。じゃあ沖縄独特のものをこれから日本のそのアイドルの世界に組み込まれるんじゃなくて、独特の沖縄の、別にロックだけじゃなくてもいいよ、きっちり発信できるものが必要だと僕は思う。俺はさ、ずっと音楽やってきてるけど、ロックと思ってやったことはない、音楽。あ、うん、あ、それを客観的に見てる人たちが、ね、あ、これはロックだね。俺、うん、あの毎回毎回この子供の頃からこのドラムやりながらどん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 、変化してるうちに、いつの間にかハードロッカーのドラマーになってるわけ。これ自分でハードロック ドラマー目指してやったわけじゃないよ。いい曲と好きな曲といい音楽をどんどんやるんだったら徹底して誰にも負けないぐらいの その演奏して、このドラムさせたらこいつに勝てる人はいないっていうぐらいにやろう。それがいつの間にかハードロッカーになってるわけで、りょうじさんももともとはクラシック。そうだよ。やっぱり そんなじゃクラシックであれクラシングはいたんだけど、どんどん前に出て明るくなってしまった。OK。 お後がよろしいよね。何を残していくかというと、こう街の中でこう、ね、こうシアタードラスでこうずっとこう街の真ん中にいらっしゃって、うん、でコザの裏側とかでもこう沖縄市のコザのことを発信されてきてますけど、うん、こうかっちゃんをこう どう今後こうなんか、ね、街づくりの中でこう、まあ、彼を残していくかとか、こう伝えていくかとか、まっすぐ、まあ、かっちゃんから何を教わったのかなみたいなところで言うと、なんかあの人はあの何て言うかな、ボーダレスな人だったと思うので、その人種とか、何人とか、そういうことじゃなくて、かっちゃんはかっちゃんでしかなかったっていう、なんか今の言葉で言うところのこう多様性の原点みたいなものをひょっとしたら今の時代に残したのかもしれないなっていうふうにちょっとずつなんか思えてきて、やっぱ唯一無二だから、やっぱりこう煙に巻くところもあるけれども、なぜこんなに彼は一人じゃなかったのかっていう、今でもこんねって思い出話に花が咲いて、ああだったこうだったっていう、なんか話の中心になってるっていうのは、なんかこう非常に不思議な魅力があるんだけど、僕が勝手に過ごした時間の中で、彼と過ごした時間の中で、なんか手に入れた、彼からもらったメッセージがあるとしたら、ただ彼はかっちゃんだったっていうだけっていう、なんかそれだけなのかなっていう、だからそれを表現できるのが小座にあったのかなっていう、だからみんなそれぞれ良さがあるっていうのを発揮できる街に彼はなったと思うんだよね。なんかそこにメッセージ性をやっぱ僕はこう勝手に見出してますけど、うん、なんかそんなのが生まれてしまった街になったのかなっていう、そんな気がします。だからそれの感覚をなんか引き継いでいけば、キャンさんがおっしゃるようないろんな個性がどんどん飛び出してきて、その街の島の気持ちを自然に乗っかった形でこう表現する人たちが生まれてくる島の可能性っていうのは、もう二度と価値は出てこないけれども、そういう感覚を持った人っていうのが生まれやすいというか、そういう島になっているのかな、なんかそんな気がします。